こんばんは。今回は4月25日リリース、エラーオブゴッズオンラインやっていきます。ゲームはね、シミュレーションゲームだと思います。ライズオブキングダムみたいな感じなのかな。なんか文明があって、それをこう発展させていくような感じのお話だと思います。やっていきます。サーバーね、まだ1個しかないみたいですね。ちょっと見たら。選ぶかな。あ、なるほど。結構あるな。あ、これを選んでって最後ここの聖地を目指すんかな。でもなんかね、サーバー一つで少ないんですよね、人が。こことかちょっとやばくない場所。だってここ行かないと、ここと戦わないといけないんだ。男か女か、ちょっと元に戻れないかな。ここに名前か。生まれてるけどな。そっか、見てるだけか。自動なんだね。なんか面白そう。MMO なんだ。ということは、まあ、ちょっと。最初ボイスがあった方が良かったですね。神殿。はい、タップ。絵はいいな、好きだな。いやー、ボイスがあったらね、この城の復興を任せる。聖域を目指す。やっぱ聖域目指すんだ。あの真ん中のマップの。じゃあ、やっぱり一番上のところ土地選んだ人大変ですね。久と最初戦わないといけないから。あれ、ハードモードだ。いきなり。上の方の土地選んだ人。だ、人が少ないんですよね、まだ。このゲーム。なんかね、サーバーで色でわかるんだけど、まだ緑なんですよ。多分緑、黄色、赤みたいに人が多くなったら、そのサーバーの色が変わるんだけど、少ないような気がする。面白そうなのに、すごく。だって宣伝不足のような気がする。あんまり出てこないですもんね、宣伝が。これ面白そうだよ。もともとシミュレーションゲームが好きなんですよ、育成型が。
あ、ここにどんどん作っていくんだ。あ、いいね。はい。はい、ガチャかこれ。はい、召喚。はい。石碑に触れるんだ。で、仲間召喚。あ、無料が2つあるぞ。いや、いいやつ来るぞ、こっちは。おお。星になんだ。いいの来なかった。こっちもやりたい。あー、できない。ここは一本道だね。資源を格納するための倉庫か。オッケー。あ、どんどん作っていけばいいんだね、ここら辺。ここでいいのかな。これはかなり好きですね、絵は。もったいないのはボイスがないのと、やっぱちょっと最初の演出が欲しかったですね。雷筋とかね、最初のちょっと凝ってるんですよ、ゲーム始めた時は。そういうの欲しい。で、はい。兵を作るんだね。あ、病院か、じゃあ。はい。はい、軍事。病院。兵舎も作らないと、ここでいいんだね。場所は大体もう、後でまた動かせるでしょう。お、いきなり負傷兵いるんだ。はい。じゃあ、治療。何人すべて。お、結構いるぞ。これ600戻ってくるな、じゃあ。一級って書いてましたね。レアリティがどこまであるかわかんないけど。これで兵が600入ってきた。で、次は何かな。あ、食料だね、小麦。はい。はい、収穫。兵が足りないんだ。じゃあ兵舎作るか。敵ここ来てるぞ。この城壁結構高い。オッケー。兵舎作るでしょ。ここで軍事。盾なんだ。盾。ああ。これは同盟なんだ。盾しかないんだ。まあいいか。訓練する？はい。で、作ろう。訓練。20しかできない。はい。ちょっとね、あの絵の、この、なんとなく微妙に雷筋っぽいに近い。お、短縮、はい。はい。しよう。タップ。討伐行くんだね。はい。世界。タップ。あ、これが自分？地上って書いてある。これだ。外のマップがちょっとあれだな。出陣。はい、出撃。あ、配置するんだ、これ。あ、すごい。なんか、全部で9配置できるんかな。兵器兵とか盾とか槍とか、はい、これ、あとこれとエルメス、あと全部で9人できるのかもしれない。ちょっと違うな、今までのと。こっちのはたくさん出れるな。兵は少ない。さっき600治療してたのにね。300ちょっとしか出ないような気がする。あ、今行ってますね。勝てるのか。勝った。 OK。 兵士が重要ってことか。あのね、あのあれだ、得意不得意があるんだね。おおおお、はい。これこのままこれか。採取行かせるってこと。
しろ、はい、読み込みが若干長いかもしれないですね。この中でやってるときはいいんだけど、外に出るときとか戻るときに一回読み込みがあるので、それがちょっと気になるかも。まあ、少しですけどね、長いって言っても。やっぱ最初の方はボイスが欲しかった、ナビが欲しかったですね。はい、何を作ります？今度は友情か。ああ、なんかなんか説明のサイトでなんかスロットっていうかパチンコみたいなのが確かあった。これのことだね。おお、はい、ここ、はい、もう出るんだ、はい、あ、はい、遊び方の説明だったね。次は、ああ、これを画面の左の任務、これをやりなさいってことですね。次は2級にするんだ。これか、2級って言い方ない、レベル2とかにしてほしかったな。無料、はい、お、一緒終わった。やっぱちょっと雷金っぽい、ここらへん。当面 OK、 情報集なんだね、はい、はい、はい、お、ちょっとやっと自分で動かせない、動かす感じになったな。ダメ？違う違う違う、よかった。ここでこれか、 OK、 ちょっと動かせばよかったな。召喚無料があったな、さっき。1日5回できるみたいですね。5分の5になってた。うわ、何も出なかったか。あと、5分後にもう1回できます。こっちは、あ、チケット、これかな？一回できるんじゃない？来ないかな？あ、いいの来た！これいいやつじゃない？星5だ。やった！セット。これちょっと強くなったぞ。待機中の職人？あ、建設待ちってこと？ここでね、はい。こっちは弊社の状況か。OK。はい。はい。いいっすね。絵も好きだな、これ結構。チュートリアル終わったのかな？とりあえず、こっちか。出るか。次は、あ、はい、騎兵、あ、なんだ、次出てくるんだ、 OK、 弓もある、いいね。うわ、これちょっと出るか、ここだね。で、あ、ちょっとずれた。なるほど、前衛と中衛向きの兵種か。なるほど、採取にも適してるんだ。ちょっと動かしたい、ここら辺。後ろ、そう、小麦、これなんだっけ、あ、割っちゃダメ。これもちょっと動かそうか。
ずれてる。もうちょっとこっち。ちょっとわかりにくいかもね。慣れるまで。じゃあ、待機中の職人がいる建設の町だね。次、OK、弓ね。ずれたな、だいぶ。ダメ？そしたら遠距離攻撃いけ、防衛ね、よし。で、これが遊技場だったな。遊技場は奥に行こうか。とりあえず最初は。あ、行けない？邪魔なんだよ。とりあえずここに置いて。これは邪魔だわ。なんだっけ。あー、酒場か。これをじゃあ奥に行こう。ここね。で、なんか完全に奥に置けなかったら、まあいいや。これなんだろう。病院か。病院の奥に置くか。何個も作るんだろうか。ちょっと狭いけどね、場所が。OK、これでいい。あとは、あ、なんか出てるぞ、ここ。なんて言うんだろうね。神座でいいのかな。これのレベルを上げないといけないっぽい。満たしてない。あー、これ結構あるな。製材所つかないといけない。どういうぞ。ああ、弓か。はい。OK。立てな。これで上げれるんじゃない？こっちは。はい。10分。そうか、同盟に入ったら時短してもらえるかも。ちょっとね、読み込みが、この自分の城の中で動くときに読み込みがあるのはちょっと良くないかもしれないですね。ゲーム自体は結構好きですね。面白そう。いいやつ来たぞ。あ、でも星2なんだ、これ。そうか、こっちはあんまりいいのは出ないんだね。こっちの方がいいやつが出るんだ。この黄金召喚ってやつが。あとは終わってるな。はい、はい、黄金召喚3回か。関係の訓練50、はい、黄金召喚できないよな。これ読み込みここであるのが良くない。あ、チケットあるわ、3回。なるほどね。これ仲間集めろってことか。なかった、もう1回。お、起きたぞ。でも、3か。残念。もう一回。うわ、当てなかった。じゃあさっきの星5はすごかったんだね。移動ありと。お、来たぞ、村人。最近この辺りで魔物が暴れて、行商人がみんな死んでしまって、みんなが困っておるんじゃ、どうか魔物を討伐してくださいませ。任せろ。これ、ここでちょっとね、つまずく。ちょっとこう、何かするときに読み込みが入るから、ちょっとこう、突っかかる感じになるな。スムーズじゃない。はい。ローバスね。お、全体がちょっと見えてきた。
ここあれだ、なんか通り道のところに自分の城あるんだね。はい、うわ、なんかいっぱいあるな。あ、選ぶんだこれを。なるほどね。お、これとセットだね。じゃあセット、これこれでいいか。こっからここに向かっていってます。このレベルはこれだ、3とか、これ17です。どれぐらい兵がやられてるのかちょっと分かりにくいな。あ、これか、戦闘効果か。なるほど。違う、分かりにくい。でもあ、戻っ、ここで指示か、戻るの期間で、置いとけばよかったか。次3やれって出てるな。いや悪くないですね。とりあえずこ画面の左のここの任務をやっていけってことですね。ちょっとね、なんだろう、悪くないんだけど、何かちょっと寂しい感じがする。曲もそうだし、演出もそうだし、なんかもったいない。ゲームとしてはすごく面白そうですね。途中ですけど、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。